お疲れちゃんです。ラットです。はい、今回はですね、まあ、とりあえずリーグ、この、まあ、マルチのですね、トロフィーリセットもありの、ちょっとクラロワリーグもまあ終わったんでね、もう、はい、最後負けちゃって終わって、まあ、いろいろ、はい、まあ、話しつつ、また環境が変わったっていうので、もう忙しいですね。もういろいろ起こりすぎて忙しいんですけども、いろいろ話しつつやっていきたいなと思います。ということで、今シーズン、まあ、7戦は目標だったんですけど、はい、まあ見ての通り、シーズン最後6-9-7-4っていうので、まあ7戦いきれませんでしたね。はい、もうラストあと、まあ、1戦かな、まあ、1戦か、まあ、2戦かっていうところで、だったんですけど、まあ、最後勝ちきれずに、はい、7戦いけませんでしたね。なんでまあ、行きたいですね。まあ、7戦。結構日本人でも7戦行ってる人多くて。そうですね。はい。で、僕は最後、マルチはまあ結構ロイフグかな。ロイフグ使ってましたね。けど、またアップデートで変わって、もうロイフグが今、もう多分弱くなったか、まあそんな使われなくなるんですかね。はい。で、まあ、シーズン最後は6888。よいしょ。はい。っていうので、フィニッシュが192で、なんとかグロラン入りっていうところでありましたね。でもリプレイが全部消えてるんですよね。はい。こんな感じで。最後は、最後あれですね。最後 3C だ。最後 3C 使って、そう、時間が足りなかったんですね、結構。時間が欲しかった。まあ、いろいろ試合で忙しかったっていうのは、まあ、言い訳になっちゃうんですけど、はい。なんか新しい宝箱が来てますけど、僕はウルトラレア入れないから入れなくて、はい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 。で、今回はまた、デッキっすね、デッキ。デッキ何要素を紹介するかなんですけど、何が変わったのかな。そう、アップデーでゴーストが弱くなった。で、ロイフグも弱くなった。はい。このロイヤルが弱くなって、何がどうなったんかな。そうだ、メガナイトが強くなった。で、メガナイトが強くなったから、そう、ライキさんも動画紹介してたんですけども、メガナイト、その吹き矢とかの、まあ、デッキが入るわけなんですよ。だから、グラチャリ行くとメガナイトとかライドラばっかになっちゃうんで、まあ、それに勝てる、まあ、最近ちょっと、最近とかもうすでになんかな。はい、なんか、いた、見たやつを紹介したいと思いますね。と、まあ、メガナイトに対して、てその、流行りメガナイトデッキとも一緒なんですけど、そのメガナイトの枠がプリンスですね。なんだなんだったっけな、その、まあ、メガナイトに対してプリンスが強いんでね。よいしょ。で、スペルがザップとロリババ。で、インドラコウモリのフキヤがね、めっちゃ強いみたいです。めっちゃくちゃ強いみたい。あとなんだろう、これね、スケバレだ。そう、スケバレが強化された。これは僕もめちゃくちゃ嬉しくて。え？ああ、カンストで死亡時ダメージで160。もうタワーに届くだけで。やば。110ってやばいな。大会レベルで110ですから、これですね。はい、こちら。僕が今回紹介するデッキがですね、はい、こちらですね。いやー、こっちの方がいいか。はい。っていうところで、まあ、これが強いみたいです。なんかもう、早速ですね、もう本当にアップデートがあって、環境変わってすぐなんですけど、まあ、こちらのデッキがすごい強いみたいなんでね。それを、はい、まあ、使ってみようかな。まあ、初見ですね。まだ一回も使ってないですけど。まあ、強いやつ使っとけば勝てるみたいなやつですね。っていうところで、やっていくんですけど、今日はですね、はい、ちょうどもう、クラロワリーグがもう、はい、ワイルドカードでね、そう、クラロワリーグアジアを見てくださった方は、わかると思うんですけど、ワイルドカード、まあ、負けちゃいましたね。最後の最後に世界大会、まで、あと少しってところで、
届かなかったんですよね。本当に。本当に本当に、あと少しが。マジであと少しが勝てない。いつもあと少しが勝てないですよね、その。はい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 。よいしょ。よいしょ。っていうので、もう。いやー、辛いですね。辛い。思い出すとすごい辛い、うん、よいしょ、はい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 、そうですね、僕が珍しくっていうか、まあ結構シーズン2は1回ぐらいしかその出てなかったんですね。 1V にシーズン2始まって多分すぐかな、1回出て、もうそれきり、それからか、そう、2回目ですね。で、1V 出て、僕はベンザー・リデー選手ですね。なんかアジアオリンピックみたいな、なんか e スポーツの大会の金メダリストとですね、まあ 1V やって、もうめちゃくちゃ緊張しましたね。本当に。しかも、結構なんか、もう、後から見直したんですけども、ひどいぐらい僕泣いてて、こんなになんか泣いてた、まあ結構涙流してて、え、こんな泣いてたんだみたいな、後から見てちょっとさすがに恥ずかしいなと思ったんですけど、そのまあ泣いてた理由的なのは、そのあれですね、やっぱり待ってな、理由的なのは、その1戦目に僕らサンドボックスと試合をして、まあ3チームの総当たりなんでね、まあ2勝したところが、まあ、突破できますよってやつなんですけど、僕ら1回目にサンドボックスに負けちゃってね、そっからのケオスセオリー戦で1セット目取られてみたいな感じだったんで、もうなんかその2セット目の 1V1 を僕がですね、勝ってももう世界大会には行くのが厳しいみたいな、すごい状況で、もうなんかね、もうこれもうみんなでこの試合やるのがもう最後になるのかって、なんかそうちょっとそういうのがよぎってしまったんですよね。そしたらもう、はい、もう涙が止まりませんでしてね、涙もろいんですよね多分、僕自分ではそうは思わないんですけど、まあ、結構涙もろいみたいで、そうなんで、クララリーグアジアのそのチャンネル行って、まあ結構一番最近の試合ですね、まあ、ワイルドカードの試合、まあ、見てもらえば分かると思うんですけど、はい、でもまあ結構いい試合だったと思うんでね、まあ最後に、まあ、最後の最後、まあ、勝ててみんなで、まあやれてよかったとはすごい思いますけどね、まあ、悔しいですね。はいはいはい、ってことで世界大会行けなかったんですよね。だからこそ来年はまたリベンジしたいっていうのはありますね。っていうのを喋ってたら、気づいたら先ほどは負けちゃいましたね。よいしょ。これは本当に強いのか。けど、なんか、結構、なんかグラチャレで、このデッキで12勝が、結構多いみたいなんで、よいしょ、これは逆サイにスケバレコウモリで、こっちにザップとかエレキとかを使わせて、あれエレキかザップ使ってくれないかな、使って、やばい、これは相手がうまいってことで、ここでインドラ出すと相手はエレキ出してくるんで、危ない危ない危ない、これとりあえずロリババで声だけ処理したい。よいしょ、やばい、やばくね、え、ちょ待って待って、聞いてない、よいしょ、あー、やばい、おや
いや、ソグラチャイダー結構多いみたいなんでね。多分強い、多分強い。か、これの、もう多分これとほぼ一緒っすね。これのプリンスがメガナイト版みたいな。さてはどっちでもいいみたいな。結構メガナイト好きとかだったらメガナイトの方がいいかもしれないですね。けど、回転率早めがいいとか、だと、まあプリンスの方が、良さげかな。よいしょ。待って、結構暗い配信になっちゃってる。やばい。よいしょ。はいはいはい。これディガーが後ろ行ったから、ペッカが後ろに行くみたいなないから。これもなんか、いろいろ追加してあげたらいいんじゃね。はいはいはい。あー、これでもエリキが多分来る。あー、ガゴ、はい。はい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 。おー、これはロリババでいいですね。そう、ステルがロリババザップっていうのがなんか、ちょっと珍しいかな。けど、やっぱポイズンがあった方が守りやすいとかだったら別にポイズンでもいい気がしますけどね、これは。ここで、うん、これ今ロリバを裂いたから吹き矢がめちゃくちゃ強い。で、これプリンスの投資入ったやん。いや、いや、うん、あ、でも今ザップ使った。あ、落ちた。よいしょ。グッドゲーム。よいしょ。はい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 。回転が早いですね。3.0。3.0早い。早い。よし。ということで、ラスワンですね、バトルラスワン。いやー、悔しいな。悔しいな、もう、マジで。結構、リーグあった時とかは、練習がやっぱ、結構僕ら集まりが多くて、平日も結構集まってて、僕らの大学生が多かったんで、みんな学校終わりに夜集まって練習して帰ってとかでやってて、まあ結構しんどかったっちゃしんどかったんですけど、けどまあなくなるって考えたら、それはそれで辛いですね。その今度逆に暇になっちゃうんで、それはそれでなんかね、もっとやりたかったっていうのはあるっすけど、勝負の世界なんで、そういうのは厳しいなっていうのは思いましたね。よいしょ、グッズアップで飛べ。よいしょ。はいはい。相手は26ですね。26なんで、相手はディガーがしんどくて、多分コウモリもしんどくて、あー、これコウモリでもよかったけど。まあいいや。これスケバレと、なんかディガーとか飛ばしとけば。よいしょ。これディガーマスケットに当てたいですね。お、プリンスが。あー、うまい。さないこれ。おー、おー、相手のウッドのタイミングが。これ、突進入るくね？いけ。いい、よし、優秀。で、これは、これだけでいいし、別に。だよね。で、こういう時にロリババしてあげると、相手はこれ、なんか防衛しないといけないんで、あ、これかでも。で、ここで右を削って、なんか、いろいろすごいことが起きてる。起きてるけど、ダメ当たられてる。まあメガナイトだったら、僕抑えられるんですけど、まあこれケツブリでいいかな。まあケツマスケ来るっすね、こんなんしてたらでも。なんか何していいかわかんない。けど、まあ、あ、諦めた。諦めてないんか。こうすけるの。ザップって、プリンスでマスケを処理したい。さあ、このマスケットはロリババで処理してからの、フキアからの、やばい、メガネと欲しい。それならメガネと使えってな。よいしょ。OK。で、このカウンターでスケバレコウモリやって、ディガーをつけてあげると強いですね。まあ、僕は結構右を削りたかったんですけどね、これは。これ多分ザップってあげていい。OK。でも、あ、これプリンス入った。はい、なくね？ああ、あるんかい。で、これはケツプリ出してあげとけば、そうですね。ホグ相手には削られてる側にケツプリでいいかな。で、このディガーはマスキに当ててあげて、これでも打っとれそうなんですよね。これ相手がうまい。これまたケツプリですね。よいしょ。で、あのマスキは、ああ、はいはいはい。
あ、そのうまい、それはうまい。でも今相手結構早めにマスクされてるから、あ、やばい、やったわー、それやった。待って、負けそうじゃねこれ。なんかやばい、負けたくないこれ。よくない、よくない。こっからケツプリプラスコウモリプラスロリババでホグ完封して、あるよあるよ、まだあるまだあるまだある。これ多分前にスケルトンとか来る。そう、そういうことで、これは吹き矢出しつつホグをプリンスとかザップって、やばい、完封したい。止まれ、よいしょ、オッケー、来た、チャンスで、これ逆サイに振って、でこれ吹き矢が多分入って、あーやばい、いやー、ロリバー使いてー、やばい。これでも相手ウッドサイター、オッケーオッケー、あるよあるよ。これプリンスとザップで多分完封できる、ほぼほぼ完封。来い来いよー、やばい、ファイブ削りだ、必殺技された、やばい、負けた、あー負けたー、いや負けちゃ、負けた負けた負けた、プレデターに負けた。いや、トロフィー戻ってきたな、ユート落ちちゃった。まあ負けちゃった、負けちゃったんすけど、負けちゃったんすけど、はい、こちら。デッキ紹介ですね。まあこのプレインスの悪は、まあレベル次第とか、かな、まあ、もうメガナイトでいいんじゃねみたいな、はい。まあそれは好みですけど、まあ僕はプリンスが出すかね。はい。ってかな。まあワイルドカードとか、もうクラロワリーグのことはもう、めちゃくちゃ思うことありますけど、はい、まあ悔しかったですけど、まあすごい楽しかったんで、はい、僕はいいかなって思ってますね。なんでまあプロね、忙しい、結構疲れますし、けど別になって後悔は一回も僕してないですし、はい、そういうなってよかったなっていうのは思うんで、マジで、まあ、少しでもプロになりたいなとか、もう結構本気で、マジでプロになりたいとかあるなら、ね、マジで目指してほしいと僕は思いますね。はい。って感じかな。っていうところなんで、まあ、今回は終わります。はい。ということで、よければこちらのデッキ使ってみてください。また、ね。はい。また。バイバーイ。